ハートのかけらだったらいいな。やったー、ハートのかけらだー。よかった、これでちょうど1個増えた、嬉しい。2列目がもうちょっとでいっぱいになるの。これっていくつが上限なんだろうね。ちょっとわからないけど、これは取れたので外しておきましょう。そして、危ない。そして、あ、向こうだ。チェックつけたところ。パンプキン島かな？パンプキン島行ってみようと思います。なんか不思議なところで降りちゃった。危なかったよ、今。さて、久々にやってきました。パンプキン島、ホテル！すごい、ちゃんと、仲良くしてるんだね。パナンちゃん。マグラのおじさんのおかげで、畑仕事も順調よ。かぼちゃもいっぱいできるわよ。そうだ、ちょうどよかったわ。君もここに来たのなら、ちょっと汗かいていきましょうよ。またかぼちゃを納屋に運ぶの手伝ってもらえるかしら。きちんとお礼はするわよ。やってみようか。もう一回ね、せっかくなので、言われたのでやってみましょう。かぼちゃを運ぶ場所を教えるわね。でも感謝の気持ちはもう、もらってるけどなぁ、と思いつつ、納屋まで運んでちょうだいね。やってみましょう。やり方は多分一緒だと思う。やってみましょう。すごい掘ってる。あ、もう動いていいのかな？ 3、2、1 とかないんだね。危ないな。怖いな。これなかなか大変なんだよ。危ないよ。でも一回できたし、できるはず。リンク、あなたならできるわ。あなたならできるわ。かぼちゃが邪魔だわ。かぼちゃ邪魔だわ。ちょっと危ないわ。立て直したいよ。立て直したいけど、不思議なところに動いていくな。あー、やっちゃった。落としちゃったの。だらしないわね。もう一度。ゆっくり歩く。こっちに行っちゃうとね、かぼちゃがね、大変なことになる。でもいいんじゃない。かぼちゃ邪魔。危ない。かぼちゃが、生えてるかぼちゃがちょっと抜いてほしい。危ないよ。なや左なんだけどなぁ。いいんじゃない。ちょうどいいんじゃない。もうちょっと前に進みたい。あ、すごい今、バランス保ててるんじゃないかな。危ないよ、もう、左にはもう行けないよ、リンク行けないよ。危ないよ。進めないね。なかなか進めない。いける。もうちょっとだよ。あー、危ないよ。壁ぶつかりそう。壁の力で保った？保ってるね。行きましょう。もう行ってしまいましょう。あー、怖い。危ないってばー。なかなか、あと少しが行けないんだな。危ないよ。もうちょっとだよ。もうちょっとなのになかなかいけない。危ないよ。すごいバランスとってる。あー、ちょっと、行ってしまえ。いた！あー！よし、もう一度頑張ってみましょう。ゆっくりよ。あれー？やったー！できたー！かぼちゃを運べたのね。やっぱり頼むなら君しかいないわー。お礼の50ルピーねー。ありがとう。あ、それだけなのか。特にこう、2回目だから何か新しいイベントがあるかもって思ったけど、そういうことではなかった。
ゴルドさん、よし、一応頑張るぞーと言って、掘り進めてる。ではでは、ちょっと寄り道してしまいましたが、夜にしてダウジングやってみましょう。さてさて、パンプキン島の夜になりました。あ、パナンちゃんたちがおしゃべりしてるね。あれはでもこう、ミニゲームが、ね、できるよーっていうだけかな。お話ししたい。今度、彼が畑の仕事を手伝ってくれるんですって。あんな外にいるモグラの旦那よりよっぽど早く畑を耕せるよ。私嬉しい。パナンちゃんのためなら、たとえ火の中、畑の中だよ。あはー、じゃあパナン期待しちゃおうかな。みんな優しいから大好き。すごい、すごいね。対抗意識を燃やしてるんだね。と、あれでも、モグラの旦那と呼んでいいのかな？は？どこ行っちゃったんだろう？ね、ちょっとわからないけど、私は、ダウジングをしたいんだけど、あるかな？あー、ありそうじゃない、ありそうじゃない。どこだ？この辺？この辺？そんなこともないね。ぐるりと回って、お外じゃないのかな？もしかしてお外じゃないのかな？どうしてる？いない。いないね。ドロコさんいない。どうしてるんだろう？どこにいるんだろう？いた。いた。びっくりした。今日も一日頑張って疲れたわい。だけどな、あの子の姿を見るとその疲れも吹っ飛ぶわ。しかし、あの子のわしを見る視線、あれきっと、わしのこと惚れとるんじゃなかろうか。よーし、明日も頑張るぞ。楽しそうでよかったよ。ねえ、お空の上連れてきたからね。なんだけど、中かな？中みたいな感じするね。中入ってみようか。中ではちょっとダウジングできないけれども、中探してみましょう。どこだろうな。あと、ここだろうなっていうのがないんだけど、シャンデリアの上はもうなさそうでしょ？なさそうだよね。できる。ダウジングできるの中でも、すごい近くにある。2階の部分にあるみたい。剣出してもいいのか。では、ぐるりと待って。これ？あ、違う。あったあったあった。よかった。これはどうやって取るの？これどうやって取るの？これ、取れない。あ、取れたー！よかったー。感謝の気持ち、1個、73個になったね。もうない？もうないかな。ごめんなさい。ちょっと剣を向けてしまったけど、この辺にはなさそうだね。なさそうだね。では、この人お話ししておこう。ここパンプキンバーの上空をダイビングしていると、一緒にダイビングしてくれるカラフルな動物が寄ってくるらしいんだな。一緒に飛んでるといいことあるかもな。カラフルな動物？え？なんだろう？これ何か新しいことが起こるのかしら？もしかして。ちょっとわからないけど、まずお昼にしないとどこにも行けないので、朝までおやすみなさい。よし。朝になったので、どうしようかな。感謝の気持ち。73ってこう、ねえ、ちょっと中途半端な数字だからもうちょっとありそうなんだけど、まあ、一旦スカイロフトに帰ろうかなと思います。カラフルな動物すごい気になるけどね。でも別にここダイビングするときに何か起こるっていうわけでもなさそうだったんだけどな。さてさて、帰ってきました。スカイロフト。なんか不思議なところで降りてしまいましたが、どうしようかしら。あー！落ちちゃった。でもね、あと、どこだろうな。どこ？誰？感謝の気持ち。あ！もやも
やしてる。もやもやしてる。どうしたの？どうしたの？おー、リンク、いいところに来たな。娘のこと？どうしたの？どうしたの？どうしたもこうしたもない。一大事だ。娘が大変なのだ。そう、預かり屋をしている我が最愛の娘。実は、あの子の様子が最近おかしいのだ。一日中ぼんやりしていて、時々顔をからめたりしている。ああ、なんということだ。あれはおそらく悪い虫がついたに違いない。まあ、うちの娘は気立ても良いし、なんといってもものすごく、ものすごく美人だからな。言い寄る男がいるのも仕方のないことかもしれん。でも、許さんぞ。お父さんは決して許さん。そんな男は切って捨ててくれる。そこでお前に頼みなのだが、娘に言い寄っている男を見つけたら追い払ってくれないか。もちろん私も目を光らせているが、まさか一日中監視するわけにもいかんからな。もちろんお礼はするぞ。もし成功したらちょっとだけ娘と会話させてやろうじゃないか。いや、何も言うな。返事はわかっている。こんな破格の報酬を出されて断る男がいるわけない。悪い虫を退治して私を安心させてくれ。頼んだぞ、リンク。いいパパだなぁ。の肝心のジャクリーヌちゃんは、あー、立ち上がってこっちルンルンしてる。ダーリン、いらっしゃい。家にまで来てくれるなんて嬉しい。手でハートしてる。ん、でもどうしたらいいんだ？どうしたらいいんだ？どうしたらいいんだ？頼んだぞー。あー、どうしたらいいんだ？いらっしゃい。ここ特に変わらない。変わらないよ。お昼にして、もう一回ジャクリーヌちゃんのところ、おしゃべりしに行ってみようか。さてさて、どうかしら？どうか、あ、もやもやしてる！もやもやしてるよ！もやもやしてる。ダーリン、あのね、夜に私の家に来てほしいの。大切なお話があるのよ。私の家はここのすぐそばにあるわ。きっと来てね。待ってるからね。預けたりする？あー、預けるのは今は大丈夫です。そんな意地悪はやめて。と言ってくれておりますが、夜にお家に来てと言われたので、それ行ってみましょう。さてさて、夜になりましたよ。もやもやしてる。もやもやしてるんだけどさ、その前にちょっと待って、このさ、パパの、ベッド、ちゃんと竹なんだね。竹のスパスパゲリをしてる、ね、なりわいとしてるからさ、ちゃんと竹でベッドできてるんだっていうことに、今気づいてしまったよ。うんだけど、パパはもやもやしてなくて、ジャクリネちゃんがもやもやしてるね。なんだろう。リンクさん、来てくれたのね。ありがとう。実はリンクさんにどうしても聞きたいことがあるの。単刀直入に聞くね。私のことどんな風に思ってる？うわぁ、どうしよう、好き、預かり屋、うわぁ。あんななんかこう思わせぶりなことを言っておいて、預かり屋さんとしか見てないよっていうのって、なんかこうとっても不誠実だけど、好きって言ったら、え、ゼルダはどうなるのってなっちゃう気がする。そしてパパが心配してる。え、どうしよう。パパの気持ちを思うと、預かり屋って言ってあげる方がいいんだろうけど、ジャクリーヌちゃんのことを思うと好きって言ってあげたいけど、ゼルダのことはどうなる？どうしよう。パパの気持ちを汲むべきかしら。預かり屋さんだよ。ごめんよ。聞き方が悪かったかしら。私はあなたにとって何？店の人、好きな人。どうしようね、どうしよう。困っちゃうな。乙女心をもてあそんで申し訳ない。パパの気持ちと、ゼルダのことを思って、店の人って答えてもいい？ごめんよ。あなたにとって、私はその程度の存在だったの。
もしかして照れ隠しでしょう？いや、うわ、うわぁ。照れてるよ。照れてる。ああじゃあやっぱり好きってこと。手でハート作って。ごめんなさい。わかったわ。それがあなたの答えなのね。困らせてごめんなさい。同情はやめて。大丈夫。私、立ち直れるから。次に会った時はいつもの預かり屋であなたを迎えるから。ああ、ごめん。でも今夜は一人にして、さようなら、ダーリン。本当にごめん。本当にごめんよ。パパ？パパは？パパもやもやして。パパすっきりしてる？今日はどうした？娘もなんだかそわそわしているのだ。何かあるのか？わあ、いや、申し訳ないことをしてしまったな。これ、あれかな。一旦、お昼にして、もう一回、おしゃべりしに行ってみましょう。さてさて、お昼にして、もう一度、話しに来ましたよ。もやもやはしてないね。いらっしゃい、リンクさん。こないだは取り乱してごめんなさい。私、あれからいろいろ考えて、ようやく吹っ切ることができたの。女は失恋して美しくなる。これはきっとそういうことなんだわ。というわけで、私、これからもっともっと美しくなる予定なので、後で悔やまないでね。さて、それじゃあ、今日も預けたりする。じゃあ、私に会いに来ただけ。日々美しくなる私から目が離せないのかしら。すごい、いい女になってしまわれた。あー、ちょっとこう踏みにじってしまって本当に申し訳ないんだけど、パパはスパスパ切りまで会いに行くべきなのか、夜にしてお話しするべきなのかがちょっとわからないので、まずはこう近くにあるのでお家が。なので、夜にしてパパと喋ってみましょう。さてさて、夜にしまして、あー、ジャクリーヌちゃんがまだ、ね、泣いてしまっているというか、パパがモヤモヤしてるんだけど、先にちょっとジャクリーヌちゃんが気になる。気になる。話せるね。吹っ切ったつもりでも、夜になると胸が痛くなる。これが失恋なのね。申し訳ない。申し訳ないことをしてしまった。パパ。オーリンク、聞いてくれ。すごい、背中越しに話しかけてしまったね。どうやら娘が失恋したようなのだ。もちろん気の毒だとは思っているぞ。思ってはいるが、ははは、言ってる。悪い虫がいなくなったのは素直に喜ばしい。リンクよ、お前が追い払ってくれたのか？まあ、どっちでもいいが、どっちでもいいの？とにかくよかったよかった。正直安心した。ははは。あ、感謝の気持ちだ。パパからもらえるのか。感謝の気持ち5個を手に入れた。落ちているものの5個分になる。78個になったね。パパ、娘には惚れるなよ。惚れずにはいられない可愛さなのはわかるが、絶対に許さんぞ。いやー、この、誰も幸せにならない、この、ね、こう、ミニクエスト。っていうのかな。辛い。なんか辛かったな。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。